さんこんにちは、ジュエリーデザイナーの杉村萌実です。今日は3月に新しくリリースするマイクラダという、こちらのデザインのリングをご紹介するんですけれども、ちょうど、個展の会場となる外苑前のポピュラリティギャラリーさんに、打ち合わせのために行っていたので、ちょっとこう個展に来る方が周りを散策するとこんな雰囲気だよということが伝わるようにですね、Vlog 形式で撮ってみようかと思っています。ポピュラリティギャラリーから今ここちょうど国立新美術館に、佐藤柏店を見に来ているんですけれども、歩いて20分くらいで、今外で休憩をしているので、ちょっと私となんか、コーヒータイム、コーヒーブレイクを撮っているような感じで聞いてもらえればなと思うんですけど、このマイクラダというシリーズはですね、名前の通りクラダリングというリングのデザインを使っています。これはアイルランドの伝統的な指輪のデザインなんですね。で、私、アイルランドに2年間住んでいたことがありまして、それでこういつか自分のブランドでもクラダリングをやりたいなと思ってたんですけれども、ただ伝統的なモチーフで私のオリジナルのデザインではないので、そこにこのブランドとしてどうオリジナリティも織り交ぜていくかっていうことをいろいろと考えていて、ちょっとリリースがだいぶ遅くなってしまって、やっとこの春、お披露目することができます。で、なぜこのリングを、作りたいなと思ったかっていうこのきっかけをぜひお話ししたいなと思うんですけれども、アイルランドに住んでいた時、ジュエリーショップで働いてたんですね。で、そのオーナーのマーガレットさんという人が、旦那さんポールというんですけれども、190センチくらいあるアイリッシュ紳士の、すごくこう背の高い男の人 で彼がですねクラダリングをつけてたんですよ。で、そのハートのモチーフを男の人がつけているっていうのが私の中ではすごく新鮮だったっていうのもあるんですけれども、それがね、母親からもらったものだっていうことを聞いてすごくかっこいいなというふうに思ったんです。で、そのハートだから女の子っぽいということじゃなくて、その伝統的なデザインをしっかりその、現地の人たちがリアルな日常でつけてるっていうのがすごくいいなと思って、で、私がポールに、あ、それクラダリングだねって言ったら、ポールが Yes, this is my クラダって言ったんですね。その This is my クラダを聞いた時に私もそれを言いたいと思ったのが、クラダリングをやりたいなと思ったきっかけです。で、実際クラダリングって本当に、お土産屋さんから、ジュエリーショップまで本当にいろんな、クオリティ値段のものが売っているんですけれども、私もアイルランドから帰る前に自分のクラダリングを買おうと思ってひたすら探したんですが、やっぱ日本人の指に合うもので金で、華奢で細いものってなかなかなくてですね、やっぱシルバーでごっついものとか男性もつけますので、サイズ大きいものとか、石がついているけどちょっと石がチャチいものとか、本当にピンからキリで、で、やっと見つけて買えたのがこっち、これですね。このマイファーストクラダがこれなんですけれども、これをずっとつけながらですね、いつか石がついてるものを自分でやりたいなと思って、やっとできたのがこちらです。この伝統的なデザインの中に入れる石を、私のセレクションで、そしてうちでハート型にカットしてですね、入れるというので、作ってみました。今回3月にこのリリースするこの指輪はデモルチェライトインクォーツが入っています。で、このクラダリングというのはですね、真ん中にハートのモチーフがあって、その上に王冠が乗っていて、サイドに、手のモチーフがついてるんですね。で、これはハートが愛を示していて、手が友情を示していて、王冠が忠誠を示していると言われているもので、意味合いとしては愛と友情に支配させよという意味があります。英語では Let Love and Friendship Reign というふうに、意味合いがあるものなんですね。その意味合いもすごく素敵だなというのもあって、ちょっとこれを作りたいなと思ってやっと作れたという、感じです。で、言い伝えというか一般的にはですね、このクラダリングを、左手の薬指にこの縦向きに入れていると、私は既婚者ですよ、パートナーがいますよという印になっていて、王冠をこの下向きにこのようにつけると、
恋人募集中ですよという、コマ印、になっているというふうに言われています。私はまあファッションリングとしてつければいいかなと思ってるんですけれども、やっぱりこのクラダリングのデザインポピュラーなので、これが好きっていう方ももともと好きだっていう方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱりなかなか石付きのものを選ぼうと思うと、デザインは好きだけど石がちょっと好きになれないとかね、そういうのもあると思いますし、なかなかこういったクォーツが入ってるクラダリングっていうのはそうそうないので、なんかそういった意味でクラダを知らなかったっていう方にもこう、マイファーストクラダになってくれるといいかななんていうふうにも思っています。風が強いですね今日は。で今回の展示会では、このデュモルチェライトインクォーツバージョンを、いくつか、ブルーとあと白いデュモルチェでね作っているんですけれども、ルースの加工が間に合えばオーダーを受けられるようにしようと思っていますので、ぜひご自分の好きな素材や石で、オーダーされてみるのも良いのではないかなというふうに思います。3月の展示会は3月18日から、4日間木金土日、外苑前のポピュラリティギャラリーという会場で開催します。ギャラリーの中が真っ白でね、すごくその3月の、展示会雪解けというテーマにぴったりな場所なので、ぜひ、ご来場いただける方は予約していただいてという感じになるんですけれども、遊びに来ていただければなというふうに思います。あと、3月19日2日目の金曜日ですね、トークセッションをやろうかなと思っています。ゲストにですね、お取引先でもあるフーリゴシェド、の代表成田さん、お呼びしてトークセッションをしますので、そちらオンライン配信もします、のでぜひそちらも合わせて楽しんでいただければと思います。それでは私たちは今日今からですね、佐藤柏店を見て、ちょっと、インプットをして帰ろうかなと思いますので、翔さん編集をよろしくお願いします。